こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、マラカ編。この動画では、マラカスでピアノ、メゾピアノ、つまり小さい音で演奏するときの演奏方法について解説していきます。はい、マラカスという楽器結構音量が大きいですよね。まあこうビシビシとビートが効いているのが、マラカスの魅力でもあるんですけれども、まあ世の中こうした楽曲ばかりではなくて、逆にもっと静かな、しっとりとしたバラードみたいな曲もありますので、そうした時にはですね、まあ、今回やるピアノ、メゾピアノの奏法がいいのではないかと思います。はい、やり方ですけれども、今までこうマラカスを立てて持って振っていたと思うんですけれども、これをですね、ピアノ、メゾピアノで演奏するときは、ぐっと、下げて、寝かせてしまいます。スティックを、やったことがある人のために言うと、一応ですね、まあ、ジャーマングリップでスティックを持った時の、構えと全く同じような構えになります。で、このまま、肘から先を、まあ、軽くですね、まあ、ピアノ、メゾピアノなので、軽く振って、この下の座面にビーズを当てて、ソフトに、チャッ、チャッと、音が出るようにします。テンポ速くなってきたら、だんだん、まあ、肘から、使うところを手首にしていって、このように振ります。はい、ではピアノで、右左、右左と、交互にしばらく振ってみましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。マラカスを発音する以外の動きを余計にしてしまうと、こう中のビーズがですね、動く音が余計にしてしまうので、何かここにこう、座面があるようなイメージで、この座面にピタッと、マラカスがくっつくようなイメージで、なんかこう、すごく粘着質なですね、座面で、ピタッと、くっつくようなイメージで、ここの空間にピタッと止めてあげると、短くチャッチャッチャッと結構軽やかな音が出せます。ではバラード、ボレロなど静かなしっとりとした曲で、やるパターンをやってみましょう。手順はずっと右左右左です。8カウントで1,2,3,4,5,6,7,8、ずっとオンビートでで、2の時だけ、タタタッと、3連符入れます。ゆっくりやると、1,2,3,4,5,6,7,8。3連符が入っても、右左、右左は崩さず、1,2,3,4,5,6,7,8と振ります。一緒にやってみましょう。はい、ここからは応用編です。マラカスを寝かせて振るメリットはもう一個ありまして、まあこのように音がタイトなのと、あとはさっきもやりましたスティックのようにマラカスを振ることができるので、結構細かいフレーズまで対応することができます。この時は手首を使って、振ると、まあ両方持ってダブルストロークですね、2打ずつ。打ったりディドル、まあ、パラディドルみたいな、フレーズも演奏することができます。一つとても使い勝手がいいリズムパターンをご紹介しますので、ぜひマスターしてください。
右手は通常通り立てて構えて、左手は寝かせて構えます。手順は、1が左、1、2、休み、3が右、でアクセント。で、4が左。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。4、1が、左のダブルになります。1、2、3、4、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 1、このパターンは右手でずっとうっぱ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 っと、裏を強調しているので結構自分でも乗りやすいですし、アフタービートを強調する楽曲だから結構何でも合います。僕がよくやるのはペレスプラードのマンボみたいな、パッ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 。あとはテキーラみたいな曲ですね。パラララダダダン、テキーラ、パラララダダン、パラララダダン、パラ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 、みたいな曲で僕はよくやっています。はい、今回のレッスンはここまでです。お疲れ様でした。静かに振る方法、マラカスを寝かせて振る方法ですね。静かな楽曲で演奏するときはもちろんなんですけれども、普通の曲でも、リズムパターンの中に、組み込むことで一気にバリエーションが広がりますので、ぜひ今までのレッスンと合わせて、練習してマスターしていただきますようにお願いします。はい、こんな感じでパガショのレッスンや情報発信を毎日しておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。